ちは、こんばんは、おはようございます。まあ、夜なんですけどね、夜なんですけど、ただいま絶賛キャンプ中でございます。本日もですね、前回ダイソーで、購入した商品の中でおすすめしたい商品で、こちらですね。ちょっと暗くて見えない、ごめんなさいね。150円の折りたたみの椅子ですね。こちら、本日も愛用しております。で、今回も2商品ほど、そういえば初めの頃からずっと使ってるなっていう商品がありましたので、簡単におすすめしたいと思います。この中にあるんですけど、わかりますか？まあ、このね、シエラカップもセリアかな、セリアで買ってかなり使ってます。正直これもう2個ぐらい追加で買おうかなと思ってます。高いやつ買っても、火が落ちた、高いやつ買ってもいいのかなと思うんですけど、まあこれもかなり役立ってるんですけど、隣の隣のこちらです。マグネット付き小さなハサミ、こちらがねかなり使えます。かなり見た目が気に食わないっていう方いるかもしれないんですけど、現に今貼り付けてるんですよ、マグネットで。で、梱包をね、焼肉とかの梱包とかを切りたかったり、炭の梱包を切りたかった時に、手元にナイフがない、ナイフがないけどこいつが常にいてくれるんですよね。この子を、まあ、どっかしら鉄の部分ですねに貼り付けてあげることによって、テントのポールだとかタープのポールの部分でもいいんで、ペタッと貼り付けておくことにより、非常に作業が効率的になっております。この子はね、本当に初めのキャンプからずっと肌身離さず持ってますね。寝る時もこの子を抱いて寝ております。なのでぜひこの商品が一つあるだけで、キャンプ生活、まあ初心者の私が言うのもねあれなんですけどね、ぜひ使ってみてください。そしてもう一商品が今ね、まあ、100均なんですけど、300円、あ、600円かな、もうちょいしたかな、これです。このクッション、プニプニクッション、これ売ってるのかな今。これは初めは車用のクッションに使ってたんですけど、最近は寝る時の枕に使ってます。これすごく気持ちよくて、今まで初めの頃のキャンプの時はエア枕ですか、エアピロー使ってたんですけど、結局あれを出したり膨らましたり、まあ膨らますのは放置で膨らむか、畳んだりする作業と、まあキャンプ用品のボックスに入れるだけで結構かさばってたんですよね。ただ最近この車用の座布団の代わりに使ってたこの子を枕に使うようになってから、もう一度もエアーピローをね使うことがなくなりました。なのでまあ片付けも楽なんですよ。畳む必要がないから、車にポーンと投げ込めばいいだけで、かなり気持ちいいですこれ、本当に。なのでこちらもぜひですね、まあこちらも柄がねこうやって欲しい、いろんな色あったと思うんで、気に食う気に食わないあると思うんですけれども、ぜひ枕の代わりに使ってみてください。本当に気持ちいいし、本当に気持ちいいんですよ。さらに本当に気持ちいい、まあ、夏はちょっと暑いかもしれないですけどね、車の中に入れとくと、まあ、あとシュラフとか寝袋使ってる方は枕ついてるかもしれないんですけどね、まあエアベッドを使ってる方とかはね、ぜひこちらのプニプニ枕、プニプニ座布団、おすすめです。というわけで、今回のおすすめ商品、ダイソーからのおすすめ商品はこのハサミですね。マグネット付きのハサミとプニプニ座布団でした。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。バイバイ。